まあ、今回あの素揚げのやつとかトッピングで載せるの で通販サイト上でトッピングはありなしっていうのを選べる形になってるんですよ。でなしを選んだら、まあ、言ったら見た目では虫が入ってるとわからないラーメンなので、まあ、純粋にそのなんだろう見た目的な嫌悪感とか先入観なくコオロギの味を楽しんでもらえるかなと思っていて、あの動物も植物も虫も、まあ、分け隔てなく、まあ、リスペクトされて理解される世の中を目指して今昆虫食の魅力を伝える活動をしています。香ばしくて、あの、まあ、もちろんコオロギの味っていうのはそれ自体は分からないんですけど、あのすごく独特な風味があって、まあ、僕結構変わった味好きなんで、あのあこれがコオロギの味なのかっていう感じで結構感動的でした。